皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は、コダックのフィルムカメラ、レチナ 2C について解説します。レチナ 2C は、35mm のフィルムを使う、レンズが固定されたレンズシャッターの連動距離系レンジファインダーのカメラです。コダックのレチナっていうシリーズは、戦前からあるんですけど、このレチナ 2C 小窓のタイプは1954年から作られたものです。小窓っていうのは、このファインダーの窓が小さいタイプと大きいタイプがあって、これは小さいタイプなので小窓って言われています。レチナ、RETINA っていうのは英語で目の網膜っていう意味です。Mac とか iPhone に使われているレティーナディスプレイでも同じ単語が使われてますけど、カメラの場合、日本語だと、まあ、歴史的な経緯もあって、レティーナじゃなくてレチナって言われることが多いみたいですね。網膜っていう名前の通り、このレチナっていうカメラ、本当によく映ります。実際に撮った写真見てみましょう。本当よく写ります。このレチナ 2C の小窓は、シュナイダーのクセノン 50mm F2.8 がついてるんですけど、もう写りがいいです。写りすぎます。もちろん冬の快晴の夕方っていう条件自体がエモーショナルで、まあ写らないわけがないっていう条件でもあるんですけど、それにしてもよく写りすぎて驚きました。明るいところ、日向で絞り込んで撮るのもいいし、日陰でこうやって開放にして撮ってもボケが美しいんですよ。35mm 用の 50mm F2.8 っていうことで、まあそこまで明るいレンズってわけじゃないんですけど、ああ、本当に映るレンズってこういうものなんだっていう、感動的な写りですね。本当に。今回、せっかくのコダックのカメラなので、私普段はカラーネガワ富士フィルムを使ってるんですけど、コダックのゴールド200を使ってみたんですよ。そしたら、やっぱりコダックのカメラっていうだけあって相性が抜群でした。コダックのネガフィルム、富士とやっぱり色が違いますね。コダックのゴールドってカラーネガ、昔はカメラ屋さんの店頭で100円で売ってたような製品なんで、ゴールドなんて安物フィルムでしょって馬鹿にしてたんですけど、いや、侮るなかれというか、このフィルムじゃないとできない表現あるなっていう、お見それしましたっていう感じがあります。あと、ゴールド200のフィルムを開封した時に、フィルムのベースと乳剤、要するに現像する前の色が、茶色の色が富士と違うんですよ。富士のフィルムよりも色が濃くて。あ、そういえばコダックのネガってこういう色してたなっていうことを久しぶりに思い出しました。まあ、とにかくレチナ、ものすごいよく映ります。驚きました。今回使ったレチナのレンズの状態がとっても良かったっていうこともありますけど、もうほんと文句なしに描写がおすすめできるカメラです。まあ、レンズは今回のクセノン以外のついてる種類もあるんですけど、どれも映るんじゃないかと思います。というわけで、撮った写真を見てきましたけど、とにかく本当に映ります。そして映りだけじゃなくて、このレチナっていうカメラ、カメラ自体の作りもすんごくいいです。1954年って言うと、ライカ M3 が発売した年ですけど、同じくらいの年代の日本製のカメラとは比べ物にならない、すごいクオリティが高いです。いろんな動く部品の精度が高くて、隙間とか全然ないんですよ。スルスル動くし。レチナって以前のクラシックカメラブーム、2000年前後とか90年代とかの時ってすごい人気があって高かったらしいんですけど、今全然人気ないんですよね。もうただ同然というか、この動画で扱ってる私のレチナも
レンズは綺麗でちゃんと整備したら値段つきそうなのにジャンク扱いのもので入手したんですよ。まあ、逆に言ったらこんなに作りが良くて写りがいいカメラを安く買う今チャンスなんじゃないかなと思います。レチナの作りの良さっていうのが実際に操作してるところっていうのを見るのが一番伝わると思ったので、ちょっと簡単に今回操作の方法も紹介します。じゃあ使い方です。最初に蓋の開け方と閉じ方です。このレチナ 2C は蓋を開けないとシャッターが切れなくて空打ちもできないので、まず前蓋の開け方は蓋の銀色の小さいノブを少しスライドさせるとロックが解除されて開けられるようになります。蓋を開け切るとカチャッと音がしてロックされます。次に閉じ方です。閉じるにはレンズの根元に銀色のボタンが上下にあるんですけど、それを両方とも同時に押し込むとレンズ部分が収納されていって閉じることができます。この時閉じる時なんですけど、ピントリングが無限遠以外の位置にある、つまりレンズが一番引っ込んでる状態でないと畳むことができないようになってます。まあ、安全装置がついていて、そもそも無限遠以外の時は収納ボタンが押し込めなくなっているので大丈夫だとは思うんですけど、無理に操作しないようにしましょう。フィルムの入れ方です。裏蓋を開けます。開けるには三脚穴の横のノブを矢印の方向にずらして、下に隠れているポッチがあるのでそれを押し込むと開きます。フィルムの入れ方は普通の 35mm のカメラと一緒で、フィルムの先端を差し込んでたるみを取って裏蓋を閉めます。 2,3 枚空打ちをします。巻き上げはボディの下にある巻き上げレバーで行います。カチッと音がしてそれ以上回せなくなるまで回します。ちなみに分割巻き上げはできないです。このレチナ 2C はカウンターは自動セットではないので、カウンターを手動で設定する必要があります。ボディの上側、カウンターのところに銀色のボタンがあるので、それを押し込みながら背面にあるスライドするノブを動かしてフィルムの撮影枚数に合わせます。このレチナ 2C のカウンターは逆算式、つまり撮影するたびに数字が減っていく、24、23、22、21みたいに減っていくので、36枚撮りの時は36に、24枚撮りの時は24に合わせます。露出の決め方はなんですけど、このレチナ 2C のシャッターはライトバリュー方式っていうものなんですね。あの絞りとシャッターのリングが連動しているという方式になるので、使い方としてはまずシャッターと絞りの組み合わせを決めてから、その使いたい値を中心に持ってくるっていう操作をするといいと思います。絞りリングを回してシャッタースピードとまず合わせます。絞りリングを回すにはレンズの下側にノブがあるんですね。この小さいノブを下に少し押し込みながら回すとロックが解除されて回ります。それで先にシャッターと絞りの組み合わせを決めます。例えば絞りが F5.6 でシャッタースピードが125分の1秒っていう時は、F5.6 と125分の1秒が合うように絞りリングを回してその組み合わせを決めます。そうしたらそのシャッターと絞りの2つのリングが連動しているので同時に回して中央に合わせます。これで125分の1秒で F5.6 という状態になります。ピントの合わせ方なんですけど、ピントはレンズの横にあるピントノブで回します。レチナ通信は連動距離計が内蔵されているので、ファインダーの真ん中にある20像、像が20になっているところが一つに重なるように回すとピントが合います。というわけで露出とピントが合ったのでシャッターを切ります。
最後に巻き戻し方なんですけど、巻き戻しは巻き上げレバーの横に巻き戻しボタンがあるので、ここを押し込むとスプロケットがフリーの状態になって巻き戻しができるようになります。ボタンを押し込んだら巻き戻しノブを回して巻き戻します。巻き戻しノブなんですけど、少し持ち上げると巻き戻しやすくなるんですけど、持ち上げ切ってしまうと軸がフィルムから抜けてしまって巻き戻せないので注意しましょう。というわけで巻き戻し終わって、あとは現像に出すだけということで撮影完了です。というわけで今回はレチナ 2C コマドの解説でした。私の持っているレチナ 2C はレンズはとっても綺麗なんですけど、ヘリコイドが重かったりファインダーが黄色くなっていたりして状態が実は悪いんですよね。でも状態が悪いので売却してしまってもいいかなって思ってたんですけど、試しに撮ってみたらすごく写りが良かったので、きちんとメンテナンスして末永く使ってあげたいと思っています。これからもいろいろなカメラを紹介していくので、ぜひ私の YouTube チャンネルよろしくお願いします。オブスクラでした。ありがとうございました。